こんにちは、ココイストアートディレクター野原美希です。今日はこちらのデザインをご紹介していきたいと思いますので、どうぞ最後までご覧ください。今日はもうベースのカラーを塗布したところからスタートさせていただきます。今日使っていくベースの方がですね、こちらです。ココイストのサテンマグネットシリーズですね。サテンマグネットシリーズ21番のチョコレートサテン、こちらを2度塗りした状態になっております。こう、ね、磁石のパウダーの動かし方とかはお好きな感じで全然 OK です。はい、今日はこちらからスタートしていきます。はい、ではベースのカラーが塗布できましたらば、ですね、表面をマット加工していくんですけども、こちらですね、ベルベットマットノンワイプトップコートジェルでもエクセルクリアマットコート、どちらでも大丈夫です。ただですね、こちらベルベットの方は、ノンワイプなので拭き取り不要なんですけども、今回ね、ちょっとパウダーをつけていきますので、ベルベットを使った場合でも必ず、硬化した後拭き取るようにお願いいたします。こちらのね、エクセルクリアマットコートは必ず拭き取るマットコートになっております。はい、どちら使う場合でも必ず表面を拭き取ってから次の工程に進んでいきます。今日はこちらでいきましょう。ベルベットマット使っていきます。全体的に塗布できたら一度硬化していきます。はい、ベルベットマットの方はノンワイプなので、硬化した後こんな感じでマットなんですけども、必ず次の工程に進む前に表面をエタノールなどでしっかりと拭いてから進んでいきます。はい、では次の工程に進んでいきます。はい、次の工程で本日使用しますのはノンワイプアクセサリーボンドのブラック、こちらを使用していきます。アクセサリーボンド、こちらですね、クリアタイプとホワイトタイプがあるのですが、お好きなもので大丈夫です。私は好んでブラックを使っているので、今日はこちらを使っていきます。使用するブラシがポインテッドブラシになっています。ライナーブラシでも全然 OK なんですけども、私はこのポインテッドブラシの方がやりやすいかなと思います。はい、お手持ちの筆でやってみてください。アクセサリーボンドをブラシに取りましたらば、こんな感じですね、結構たっぷりめに最初取ります。はい、あとはですね、まあ、どこでも大丈夫です。もうこればっかりはもう気分でいっちゃって大丈夫なので、今日は私の今日の気分はこの辺なので、この辺からスタートします。はい、まず置いちゃいます。はい、ポチョン。ちょっとね、立体感を出したいので、こんな感じでポトンとまずね置いてっちゃいます。そしたらですね、ブラシでこのアクセサリーボンドを引っ張りながら次の中継地点にトンって置いていきます。トン、トン、こんな感じで、ここを中継地点にしていろんなところにこう足を出していく感じですね。で、その際にこのアクセサリーボンド粘土があるので、こんな感じで細いラインが一緒に引っ張られながら入っていきます。これをどんどん繰り返していきます。で、ラインが細いかなと思ったら行って戻って行って戻ってっていう形で繰り返しながら進んでいってください。
はい、こんな感じでなんとなくこう立体感のある感じでラインとブチョンっていう形のね模様ができました。そしたらですね、一度ライトの方でしっかりと硬化してください。本日使うパウダーはココイソから新発売されましたプラチナベールパウダー、こちらを使用していきます。こういったねチップを使ってつけていきますね。はい、パウダーをチップに適量つけたらば硬化したこちらですね、アクセサリーボンドの上にトン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 と乗せていきます。そしたらしっかりとこすっていきます。こすってゴシゴシ、プラチナベールパウダーをアクセサリーボンドの方に密着させてください。ゴシゴシ、ピカピカですね。はい、トン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 、ゴシゴシ、はみ出ちゃっても大丈夫です。ゴシゴシ、しっかりとパウダーの方が密着できましたらば、こういったスポンジパフで周りについたパウダーを除去していきます。はい、もう結構プラチナ感が出たと思います。はい、では最後トップコートジェルで仕上げていきます。しっかりと塗布できたら完全硬化してください。はい、完成です。ちょっと本日私張り切りすぎてシルバー多めになってしまいました。はい、これもね皆さんのお好みでぜひねラインの方プラスしたりマイナスしたりしてみてください。アクセサリーボンドのブラックにつけることでプラチナベールパウダーがとってもこうねちょっと金ピカの金属感が増してるかと思いますけども、クリア感のあるカラーにのせるともう少し透明感のあるプラチナになっていきます。あとはブリオンなど飾ってこんな感じでちょっとね仕上げをしてデザインを完成させてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。YouTube ココイソチャンネルのチャンネル登録もお願いいたします。ココイソアートディレクター野原美希でした。ありがとうございました。